長寺田では赤葉科の一年草。湿地や旧高田などに生育する。別名はタゴボウ。日本では北海道から沖縄までの各地、中国、朝鮮半島、ロシア連邦のアムール川沿岸や、ウスリー川沿岸地域、ベトナムなど、東南アジア、インドなどに分布する。水田や湿地などの湿った土地に生育する。茎の高さは30から70センチメートルで、 直立するか、斜めに立ち、茎はよく分子する。茎は緑色で赤みを帯びることが多く、量があり断面は四角形。毛はないが、稀に毛があるものもある。葉は五星で、短い葉平があり、形は筆心型から、長い狂乱形で、葉縁は全縁で滑らか、大きさは長さ2から1 0トル、幅0.6から2 5センチメートルほどある。表面に、 側脈が目立つ。花器は夏から秋の8から10月で、葉の脇に柄のない東卵系の計7から10ミリメートル以下の黄色い花をつける。花弁が4枚、学編が4枚、おしべが4本、めしべは1本あり、花弁は学編より短い。果実は棒状の果てが実り、褐色で長さ1から2.8センチメートル中に、 大きさ0.8から1.4ミ、mm、リメートルほどの種子が詰まっている。染色体数は 2n イコール48。和名は花子の形が香辛料に使われる長寿に似ていて、葉の形など全体が盾に似ることから来ている。特に利用されない。水田雑草として扱われる場合もある。ありがとうございます。